このずっとずっと先にですね、ご存知沖ノ島がございます。はい、沖ノ島に昔々ウサギちゃんがいました。ウサギちゃんは日本海を前に、ああ私も海を渡ってあそこに行きたいな、でも私は鳥じゃないから羽ないし、魚じゃないから泳げない、人じゃないから船もないと思っていたんです、うん、そうです。これは何の話ですか？稲葉の白ウサギです。はい、稲葉の白ウサギ、このお話で出雲島根の神話も素晴らしいなと思いまして歌を作りました。はい、その歌がですね、皆さんもご気づきの通り私歌が苦手です。もう喋りはまあまあですが歌が苦手ですので、歌うまいゲストを呼んでおります。ご安心ください。これで3曲いかれると思ったらもう大変だったんでございました。はい、ではゲストのディーン直子さんです。イエーイ。こんにちは、ディーナーコです。歌うまくないんですけど今日は頑張ります。この歌は2年前に YouTube に出た曲で、2年間温められて公に歌ったことがなくて、今日初めて歌わせてもらいます。稲葉の白ウサギの舞台となった日本海をバックに歌えること、とても嬉しいです。よろしくお願いします。最高のこの、ね、シチュエーションの中で今回この曲を初披露できるなんて本当幸せですよね。はい、はい、それでは歌は、白ウサギのミュゼットでございます。よろしくお願いします。私はこっちの島の白ウサギ、夢にまで見たあの地に、稲葉の姫神をします、お愛するのよさわかろう。どうもありがとうございました。皆様ありがとうございます。